日本の人口は現状のままですと50年後の2060年に現在の3分の2の8600万人さらに100年後には今の半分以下のおよそ4200万人まで減少すると予測されていますそうした中政府の成長戦略の素案に外国人労働者の受け入れ拡大が明確に盛り込まれました ANN が入手した成長戦略の素案によると 現在最大3年間の外国人技能実習制度について最大5年まで延長することが明記されましたさらに条件を満たせば現在、常勤従業員の5%という上限枠を増やすことも認め来年度中の実施を目指すとしていますまた原則認められていない外国人の家事支援についても国家戦略特区では受け入れを可能にすることや 中長期的に外国人労働者の受け入れ体制を検討する司令塔機能を政府に設置することが柱となっています。政府は来週16日に成長戦略の素案を正式に示す方針ですが、与党内には外国人労働者の拡大に慎重論も強く、調整が難航する可能性もあります。